よっしゃ、仙台湖。わあ、どうした？なんだよ。ああ、終わった終わった。あ、止まったのかな？なんかで止まったんだろうね。なんかで止まったのかな？カード入れ忘れか。エラーが出たのかな？かこれ右ですね。右ですね。この先6キロほど道なりです。はい、おはようございます。フライトライダーです。フライトライダー今日はスプライト…あーごめん、自分の名前言っちゃった今日はトウカさんと TA 君と、僕3人で、気仙沼にある渡辺健がプロデュースしたカフェ K ポートっていうカフェに今向かっているところでございます。なんかね、カフェ RST のすごい近くなんだよね。多分斜め向かいぐらいですよな。ちょうどあの港の近くにあって、そう、なんかね、最近ホッピ君がね、最近ツイートしてたの見て、俺も初めて知って俺も知らんかったな。そう、そんなとこあったんだと思って。そう、渡辺健がそう、世界の渡辺健がねえ、なんかその監修したカフェがね、あるっていうことで、ちょっと行ってみようかなって。もう12月入ってこうやって走る機会ももうね、少ないんで、今日行かなかったら多分ね、もう行けなくなると思ったんであ、ほぼ初日納めですね。そうだね。はい、で、これから向かいます。向かっていきます。トウカさんの ZH2 と走るのも初ツーリングじゃない？そうだね、あのツーリングとしては初ツーリングで、トウカさんの ZH2 と初ツーリングでございます。さすが12月、路面が融雪剤で真っ白よあの橋の上も真っ白じゃないですか。カモこの辺も真っ白だ。およそ700m 先、斜め左方向です。700m 先、斜め左方向です。まっすぐです。まっすぐです。まっすぐですね気仙沼中央も過ぎてだよね。うん、はい。斜め左方向です。もうすげえナビうるさいずっと降りろ左方向です。まもなく左方向ですずっと言ってんだけど、なんで降りねえんだよっつってその気になるかもしれない。俺は言ったのか左って言ってんだろっつってなんで降りねえんだっつってお前何しようよやべえ、ヤフーナビにストライキされる。終点を直下しました。終点500m。あんま距離ないんですね。でもそうだよね、すぐなんだ気仙沼インター。でもこの先開通すると岩手までもっと近くなる。ああ、確かに。およそ 700m 先、左方向です。いやー、でもこれ1本で来れるようになったのはいいね。だいぶ楽ですよね。R6 R6 だった。まもなく右方向です。左辺分かりにくい。およそ 700m 先左方向です。その先右方向です。あと 680m でKポート着くね。もうここ曲がったらすぐ、うん、車線減少。どうなったよこれ。どっちに消えるんだい右にいた方がいい。ああ、右なのね。どこだ、もうちょい行ったところ。もうちょい行ったところ。この角ですよね。お魚市場の端っこが、これこの辺か。これどうだ。なんかもうちょっと向こう。もうちょいだな。もうちょい向こう。ああ、そうだ、多分この辺、この辺ですよね。このバーク止まってるとこだよ。ああ。でもここじゃない。あ、これじゃない。これ。これ目的地に到着しました。これだ。案内を終了します、うん、運転お疲れ様でした。へえ、おしゃれだよね。おしゃれですね。Kポート到着。ひょー
はい、というわけで渡辺健プロデュースの K ポートカフェ K ポートで焼きカレーとキノコピザを食べてきました。めっちゃうまかった。美味しかったね。美味しかったですね。七味もあったしね、うん、七味美味しかったね。七味いい感じでしたね。お店オリジナルブレンドの七味もかけて食べるととっても美味しいんでおすすめです。続いてはホワイトシップ。ホワイトシップ、ホワイトシップ、バームクーヘンが人気のホワイトシップへ向かいます。隣の道路はなんだ、これあれじゃない、道路じゃない、 BLT じゃない、電車の代わりのあのバス、そうバス BLT、BLT はい、ベーコンベーコン。そう、俺も思った。そう、俺も思った。BLT、 あれかあれだ、あれ着いた。なんか道路新しいみたいね、 Google マップ。そう、あの Google マップがぐるぐる回ってんだけど。到着でーす。到着でーす。まあね、バームクーヘンありますよ。バームクーヘン南三陸あまあれ、左でいいかな。なんか下りになってるよね。じゃあ、あーそうだね。はいはいはい、到着です。お土産買って帰ろう。よし、行きますか。はい、ということでハマーレなんだっけ、歌ハマーレ歌つ歌つハマーレ歌つで、いやまさかまさかの日本酒と日本酒買うと思わなかった。日本酒買うと思わなかったよ、僕も。俺ぐらいだろうなと思ったら。あ、これ右でいいんだっけ。右で右で、ね、車来ちゃった。なんかこう巡り合わせで日本酒も買っちゃったんですけど、お目当てのバームクーヘンも買えたんで帰りたいと思います。いや、もっと高かったら多分買わなかったんですよ。そうだよね、2000円だからね。2000円切って大吟醸買えたのはね、ちょっと買っちゃうよね。まあ帰ってゆっくり飲んで食べたいと思います。はい、というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。急に終わる。もうね、太陽も沈んじゃって寒いから、はい、もうね、あの安全運転で帰りたいと思いますので、動画の方はこの辺で締めたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。ではまたバイ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 。